皆さん、ファンクラブの、ファンクラブでの先行受付、ソロツアーの先行受付が始まりました。こんばんは。寒い、暖房つき。そう、皆さん、私は今日仕事納めでございました。やったー。仕事は好きなんですけど、収まったら収まったでやったーって思う。収まらんから収まらんかったら収まらんかったでやったって思うかもしれんけど、あのさ、初期ん、チケットが発売された当初は、書かれてなくて、更新されてなくて、なんか後から追記されたので見てない方がおるかもしれんけど、全通特典でツーショットとかもあったりするので、場所によって曲も違うし、ゲストさんも違うし、大阪昼夜、大阪だけ昼夜あるけど昼夜も違う曲したりするから、ぜひ全部見て、見に来ていただけたら全てをお届けできるから嬉しいなと思うんですけど、でももちろん一つの公演でも満足させられるようにお届けします。こんばんは。そう、全通特典欲しいですって言って作ってもらった。ゲストさん、いつなんじゃろの発表。全席着席だったね。ね、そうなんです。化粧が分かってる。本当、アイシャドウ変えたぐらいですけど、最近アイライン変えたの。ヘリアル行きたい、嬉しい。ご招待お願いします。したけどさ、なんちゃら満席じゃなくても全然なるの。なると思う。会場に来てくれとったらさ、寒い。そして今日は3期生の配信にもお邪魔させてもらって、 MC めっちゃ難しかったけど、みんなすごかった。面白かった。番組ツアーのロゴも可愛かったでしょ。先行終わってからが道ファンが多く当たって助かる。ああ、ゲストさんのね、確かに。申し込み期間中にゲストの発表あるってことですか。うん、あるって言ってたけど、 STU ファンクラブ選考とかが始まってからとかじゃないですかね。そう、今日発表されて、もう今日から始まってるの。 MC 大変そうやった。なんかね、意外と時間があって、そう、もっとなんか事前に質問内容とか準備しとけばよかったなって思いました。 MC 上手くなかったよ。全然できなくて申し訳ないと思った。もうね、うちはめでたい。痩せたから。3期生、4月に入ったと思うぐらいしっかりしてるね。えほんとみんなすごい。さっきの配信は全員私服だったの。そう、ムーンライト席、ムーンライトシート。
大阪が先行だと昼夜どちらかしか当たらない仕様になってる。そうなの。3期とは何気に20日のみ20日のみではなんかライブ周年コンサートとかの MC は私とみなみで MC させてもらったりしたから20日のみではなかったんですけど、聞いてみる大阪の話。ムーンライトシートってかっこいいよね。スタッフさんが考えてくださいました。結構全通しようって思ってくださる方も多いの。月の光が当たる席、なんかさ、ステージから漏れる光が月の光って考えて前ら辺がムーンライトシートなんかなって思ったりしてかっこいいって思ってました。チュール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 、ペンライトが欲しいですね。ペンライトね、ないんですけど。瀬戸利は変えてくるんですか。同じ瀬戸利はね、一日もっていうか一公演もないかな。そう、 STU の曲半分他のアーティストさんの楽曲半分くらいかな。ちゅさんがショールームは定型文の今日もお疲れ様、好き、嬉しいね。お疲れって言い合いたいよね。新しい今村ちゃん楽しみにしてます。嬉しい。アレルギーなの。いや、なんか寒くて自分の部屋がね、着席でしたね。一人だからさ、ドキドキだよ。ツアータイトルやロゴなど含めて選手ね、配信ないから行くしか選択肢ない。あのね、そう、他のアーティストさんの楽曲も歌わせてもらうっていうのもあって配信がないんですよね。ムーンライト席、席の図見たら結構、うんね、風邪ひいた気が。いや、嘘よ、この部屋に入ってからじゃもん。ここが異様に寒かったもん。そう、大阪のゲストさんも一緒ですよ、昼夜。こんばんは、みんな。みちは MC 業が向いてる。また嘘、今日のを見て、嘘だ、今日は本当に反省、なんかごめんなさい、本当にさっきのみんなに助けられた。ソロツアーは卒業後もする。皆さん見に来てくれる。まあ、皆さんどんな感じですか。今村美月、アイドルの私を好きでいてくれてるのか、そうじゃなく人として好きでいてくださってるのか分かんない。セプト配信でピコさんに人物特定されました。見てましたよ、ずっと。行くけど本当行かないでさ、ね、今日の MC は力強かった。違うんよ、マイクがついてなかったから、なんていうの、ガンマイクみたいなものしかなくて、声を大きく出してくださいって言われとったけん、大きく出そうと思ったら力強くなったんかもしれん。
確かに。福フェスボリューム3に、3にソロで出てほしい。ねえ、いつか出たい。てか、そう。ね、ソロ曲とか、いただいてっていうか、ね。たくさん持って、引っ提げて。いけたらいいなって思ってる。みんなありがとう。見てくれたら嬉しい。これからも。それでは壇上を読みます。13位マンセイビエンさん、12位マサマサさん、11位ヤダヤダヤダさん、10位京の坪祐介さん、9位バンバンさん、8位ユキさん、7位デリーピーさん、6位カズノリさん、5位カニシックさん、4位ムームーさん、3位ブルーさん、2位セリアさん、そして1位はドゥルルンジャジャン、ナッカン大福さんでした。ありがとう。そして秋の場22位はドゥルルンジャジャン、ギルスさんでした。ありがとう。年末とかいっぱい配信しよう。あ、昔からおじいさん行く年たわ。ありがとうございます。あとちゃまとちゃこさんの七並べの歌を歌わないとなんですけど、あのアメピが入ってなくて、いらっしゃったらまた候補曲教えてください。今月が終わっちゃう。ありがとう。みんな仕事納めでした。私お疲れ様。また明日。